キラパーチューブ、キラパーチューブ、イエーイ。こんにちは、キラリです。ゆずきです。私たちきらめきパワーズです。今回の企画はどんな企画にしますか？今回は箱の中身は何だろうなってゲームをやりたいと思います。え、何そのゲーム？こちらを使います。箱の中に物を入れて中身が見えない状態で手で触って何かを当てるゲームです。へえ、面白そう。今回はそれぞれ4問ずつ問題を出していきたいと思います。どっちが正解が多いか勝負だね。それでは早速やっていきましょう。キラパワーゴー、キラパーチューブ。それでは1問目やっていきたいと思います。当てるのはキラリです。お願いします。それではゲームスタート。形してますか？四角？四角みたいな。四角い。合っ
とは何かありますか？なんかいっぱいいっぱいある。おお。わかった。え、わかっちゃった。え答えはキラパーメモリーです。はい、すごい正解。正解です。さすがキラパワームーン、使ってるだけあって。形が小さいのと、あといっぱい種類があったんで、それでわかりました。ちっちゃいね。では最後の4問目です。全問正解できる自信はありますか？ないです。はい、ない。まあ、行ってみましょう。おー、これは多分わかる。ここ？はい。え？ゴンクショ。え、なにこれ？わかんない。え、車みたいな。え、私見たことある、これ多分見たことある。絶対ない。本物だと多分誰でも見たことある。あ、乗り物ってことはわかる。答えは、え、待って、微妙でいい。トラック。正解です。おー、わー、すごい。ね、触ってみてどうでしたか？初めバスかなって思ったんですけど、僕がへこんでたのでバスではないなと思って。すごい。キラパーチューブということでゲームが終了しました。私は全問正解で、私も全問正解でした。楽しかったね。ね、ゆずきの反応がもうちょっとすごくて、もうちょっと笑っちゃいました。動くの入れるとは思ってなかった。ビビっちゃうよね。うん、ということで以上キラパーチューブでした。そしてきらめきパワーズのアイテム情報はこの動画の概要欄からチェックしてね。それではバイバイ。バイバイ。次回のキラパーチューブはおうちカフェでおしゃれドリンク作ってみた。わー、綺麗で美味しそう。ちょ、あの子たちは誰？次回もお届け。